この度はどうも、暑い中どうもありがとうございます。そうですね、池坊専好さんが、このサウンドオブいけばなファッションを初めて見られたのは、昨年の秋くらいでしたっけ？そうだと思うよね。そうでしょうそうですよか。ね、そうですね。で、でそものなんかず時っに、と前からはい。なんか知ってるような気がしました。変な言い方であ、すけそうれですど。か。すんなりこうコミュニケーションが取れて非常に良かったなと思っております。で、まあ何かこうアートが持っている何かの要素をね、一つ共有できたのかなと思ったんですけれども、最初に見られた時の印象ってどうでした？まずその生け花っていうと、生け花そのものをこういろいろ解明したりとか、自分なりの着ていくって解釈される方ってたくさんいると思うんですけれども、まあそういうことに関心を持ってる方って、でもその、ファッションとして、まあ、ファッションって私たちにとって非常に身近な、まあ、誰もが関連することじゃないですか。それを生け花っていうところからファッションっていう文脈につないだっていうのが驚きでしたね。ファッションの中でほら花を描くとかね、なんか生け花のセンスでその生け花作品をちょっと描いたデッサンを例えばプリントするとか、そういうことはあるんですけれども、でも今回のはそうじゃなくて、なんか生け花そのものをこう土佐先生が解釈して、やっぱりご自分の手法で表現されてるから、なんかそれが今までファッションと花ってあったんだけれども、でも新しい領域に踏み込まれたんだなっていうふうに思いました。そうですね。私がやっている、提唱しているこう研究分野っていうのは日本文化のコンピューティング。で、なぜそれを始めたかっていうと、日本文化には様々な型があって、まあ、宗派に見られるような、あと道ですね、何々道、柔道とか そういったものもあって、割とそのデジタル、まあ、コンピューターに取り込みやすかったっていうところがあって、型があれば、その型から発展ができるなと思ったのが最初のきっかけで、最初はその生け花というよりは、その禅ですね。禅をコンピューティングするって山水から入ったんですけれども、その山水の中の縁起法が違う。で、そこから生け花の型の、まあ、人天地とか神祖得体、池坊だとそうですよね。いろいろな、まあ、ルールが、細かいルールがあるんですけれども、まあ、そういったものから少しずつ、まあ、今ははみ出しているんですけれども、まあ、やってみようと思ったのが最初のきっかけなんですね。まあ、海外でもいろいろ展覧会とか生け花パフォーマンスをされるということで、せっかくなので、まあ、1枚作って差し上げて、今着ておられる服がそうですが。ニューヨークの方で、いけばなパフォーマンスをされたということですが、まあ、その辺についていろいろそうですね、お私が話ししまていずただければ。感じたのは、伝統文化の中にある型っていうのにまず着目されたっていうことが、伝統文化の本質を見抜いてられたことだと思うんですね。で、型って今まではどうしてもこうネガティブな文脈で捉えられることが多くて、なんかこう自由性がないとか、まあ、その美意識の押し付けであるとか、本当型って非常にこうその思想を伝えるのに分かりやすい手法なのに、それがそういうふうに捉えてなかったところに、でも型があるからこそなんかできうることとか、型があるからこそ発想しうることっていうのを、まあ、ヒントにされて今回このファッションになったっていうことで、すごく私はいいなと思ったんですね。で、ニューヨークにまあ行くっていうことになって、で、通常は海外でデモンストレーションする時っていうのはやっぱりこう華道服って言って、懸魚をしたりとか、お寺とかで懸魚をする時に着る僧侶が着る衣装を少しこう華道用にアレンジしたものであったりとか、あるいは日本のまあ一般的な和装ですよね、着物と帯で和装なんですね。で、それはまあ海外の方に紹介する時に、まあ、それがまあとってもこう分かりやすい日本のまあ民族衣装であるっていうこともあるんですけれども、まあ、それと同時になんか今回このファッションの提供を受けて、
ああ本当に改めてなんかこう生け花を考えるチャンスを得たっていうふうに思ったんですね。こう海外で花を生けるっていうと考えもなしにっていうかもう同服であったりとか可動服であったりとか和装を着るもんだっていうふうに思ってたところに全くほらこのいわば形としては洋装でパッと見ると無国籍に見える。でもそういったものを着る、着て生け花をする。じゃあ生け花って一体私にとって何だろうとか見てる方にとってじゃあ何だろうとか逆にそこから私は何を伝えたいのかとかそういうことを自分自身が考えるきっかけにもなりました。その生け花パフォーマンスをされて、はい、あとそのお手伝いをされている、はいはいまあ、体格のいい、はいまあ、アメリカ人ですかね、の方が2名、はいまあ、男性用のシルクドレスシャツを作りまして、はい、でそれで、まあ、生け花をパフォーマンスをされて、まあ、そのビデオも、はい、見せていただきましたが向こうの方の反応とかどうでした？これほらもともと先生タイムズスクエアでしたね、そこでほら大きなスクリーンで、はいはい、っていうことも紹介して、はい、それの、まあちょっと変化系でこういう身につけるファッションなんだということを言ったら、はい、まずなんかそういうことに対してすごく驚かれたんですよね。まずこれが生け花っていうことにも驚かれたしこういう映像とこの身につけるものっていうのは全く違う媒体っていう、こう認識があっていやでもあれはあなた方があそこで見たものが今こういうふうに私が身につけるものとして存在してるんだっていうふうにしたらもう皆さんちょっとあぜんっていうんでしょうかそういう形に変わったのかっていうまず驚きみたいなものがありました。確かに私自身も、うんまあ、このエプソンと デジタルナッセルの機械を見てですね、うん、まあこれでなんかやってみようっていう気になったんですけど、うん、やってみると面白かったのは、うん、生命力なんですよ、うんうん、産声バイサウンドを切ればなとかいうのを、うんうん、まあコロナ禍の中で、赤ちゃんを産むお母さんたちを応援しようということで、うん、京都の、うん、で一番大きな足立病院の理事長とコラボしてやったことですが、うんうん、まあこれまあ結構いろいろなテレビでも放映されたんですが、うんうん、それを見ていろいろな人からコンタクトを受けて、うんまあ、生命力を感じるって言われたんですね、うんうん、で私自身最近その池の坊さんの家展とか見るようになって感じるのは生け花の生命力なんですよ、うんうん、その生け花の命の長さっていうか、うんうん命って、まあ、生け花ってやはり綺麗な時が生け花だけではないと、うんうんうん、どこの流派の家元さんも同じように言われるんですが、うんまあ、特に池の坊さんの、うんまあ、一般的な言葉で言うと、うん、枯れかかっているような草木をですね、生け花の中に取り込むことによって、うん、逆に草花の生命力を感じるんですよ、うんうんその辺のことってどう考えておられるのかちょっとお聞きしたかったんですが、生け花では本当につぼみまだ硬いつぼみから、はい、今一番盛りの満開の時そしてまあちょっと枯れてしまったものとか、まあ、黄色くなってしまった葉とかそれからもう風雨にさらされてもうしゃれてしまった、うん、もう枝とかも使ったりするんですね。でそれは私たちがこう目に見て一般的にこう綺麗とかビジュアルがいいっていうんじゃないもうどの段階でも命のみずみずしさがあってたくましさがあってそして命は動いてるんだっていうことをまさにそういった材料を使うことによってまあ、そういう考えを提示してるわけです。でそういった意味では花を生けるっていうこともその花を生ける形にのっとって花を生けてるんだけれどもそこでいろんな種類のいろんな状態の花を使うっていうことは全ての命をこう受容していることでもあるしそしてそれを生けることによってやっぱり自然のエネルギーを人は取り込もうとしたと思うんですね。世の中にも取り込むし自分にも取り込むしまたそれを見た人にもそのエネルギーをこう分けていく。でそれが今度じゃあ
今回のようにファッションになった時にやっぱり服っていうのもいわば身につけるっていうのはあの人にとってある意味とってもこう一番原始的なエネルギーを取り込む方法で、あの薬もほらよく服用っていうじゃないですか。だから草木染めで染められたものをこうその植物の力をあの身にまとうことによって自分にしたように、まさにここの中にここに描かれているのはあの絵が現実的に動いているわけではないけれども、やっぱり命のたくましさとか命の躍動感とかあのすごくこう力強さとかあのそういったものがこの中に込められているから、それが生け花になり、またそれを身につけることによって人は元気になれる、うん、だから私はあのタイムズスクエア の, あの映像とあの服っていうのは、まあ、一般の方からパッと見るとなんかとってもこうテクノロジーであの伝統文化って言われる生け花 の, あの層とは違って見えるかもしれないけれども、でも本質はあの共通している同じことであって、それが ああいうふうなあのパネルになったりとかスクリーンになったりとか、また時には服になって自分がファッションという形で自分の中に取り込もうとしたりとか、まさに生け花の原点だなと、原点だなというふうに思うんですよね、うん、やっぱりその生け花にとっての生命力っていうのは非常に重要なところ、ね、重要ですね。生け花って動かないじゃないですか、はい、切り取ってそこで命がもうあの死んでるっていうふうに思う人もいるんだけれども、でもそうじゃなくてそれは生きている生けている花なんですよね。だから決して切り取ったからってそれは死ではなくて、また地面に生えているのとは違った人がの手が介入することによって、それもしかしたらその人の美意識かもしれないし、最先端のテクノロジーかもしれないし、その人のこう哲学かもしれないけれども、人の手が関わることによって自然とは違うまたあの美しさとかあのダイナミズムを加わせるわけで、あのそういった意味では本当にあの生け花は表面的には止まって見えるんで、切った時点で死んでるように見えるけれども、でも本当は止まってないんですよね。もう中がふつふつとこう生きている。そうですよね、うん、それはあの立夏とか結構時間かけるじゃないですか、うんうん、まあ、4時間とか、はい、5時間とか、まあ、そのうちにつぼみが咲いてくる時ってありますよね、はいはい、ありますありますあのさ、花から早くやれって言われてるような、もたもたしないで早く早く生けてくださいってなんかそういうなんかメッセージを時々感じるんですけどはい、わかりますわかります、はい、まあ、木の場合ですね、うん、私あの結構木がをあの構成するのは結構好きなんですが、はい、散髪と言いますかあの木を選んでいく時の目っていうのは何をもって選ばれてるんですかね。誇張と省略っていうことはありますよね。だからやっぱり一つこう際立たせる、お命の一番こうあのみずみずしいところ、力強いところを際立たせるために、逆にでもそれはたくさんあるとこう埋もれてしまうんですよ。ワンオブゼムになってしまうから、あの生け花の本当に数が少ないことがより深いことを表しているっていう考えにのっとって、もうその一つの命を際立たせるためにかわいそうだけれども、あとは捨て去るっていうことはありますね。捨て去ることによって、あの省略することによって、その一つの命がよりこう膨らみを持って厚みを持ってこう訴えかけるっていうことですね、うん、その生け花はある意味こうミニマリズムっていうか、うんうん、まあ、まあ日本でまあ全部そうですけど、うんうん、そういうものにやはりのっとっている、うん、最低限のこう草木で美を表現する、うんうん、と言ってもいいんですか。そうですね、はい、だから大きいから多く使ったから多くの気持ちが表現できるではないんですよね。本当に自分の溢れる思いを本当にぐっと凝縮して、一輪や本当一つの花一つの茎で一つの枝で表していく。で今回この、 あのファッションも私思ったんですけれども、この黒があってここの色の部分があるじゃないですか。これもある意味非常に、まあ、いけばなの美意識なんですよね、うん、もしじゃあこれをどれぐらいのバランスでその黒と色の部分、そのあのいけばなのところをかませて合わせていくかっていうのって、もちろんど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 んこう埋め尽くすこともできるし、でも逆に黒があるからここの部分が生きてくるし、この色があるからこの黒が生きてくるっていう、そういうなんか対象によってあの
調和が作られるっていうところも、うん、これいけばなの特徴の一つですね。あとあのニューヨークの、はい、あのお話にちょっと戻らせていただきますが、はいはい、あの竹を生けておられたじゃないですか、はい、そうです、はい、で私がちょっと心配したのはあの自分のこうね、まあ差し上げたサウンドオブいけばなファッションの服がいけばなとマッチするのかな、邪魔するんじゃないのかなとかちょっと心の中でしてたんですけれども、はい、その辺って何かでビデオを見ると非常になんかその竹と調和してる感じがしたんですね、うん、でそれは何かいろいろ考えられたことが何かあったんじゃないかと思うんですが、このサウンドオブファッションの花っていうのはほら花の内在する力だから、はい、花そのものを例えば花びらを描くとかね、はい、なんか花がこうあの生けられてるところがプリンあのこう描かれてるわけじゃないから、そういう意味では逆にその実物の花とは喧嘩をしないんですよね。同じいけばなっていうあの、まあ、コンセプトの中だけれども、まあ、表現も違うし、であの私が生けた作品っていうのはある意味非常にアナログなわけですよ。もう人力でこう、うん、あの竹を持って竹をこうスタッフ の, あの手伝ってくれた子が人たちが運んでくれてそれを刺していくっていう、いわばとてもアナログな行為なんだけれども、そのアナログっていうところとこれは本当にこうテクノロジーの力によってあの生み出されたものだから、全くこうある意味こう かぶらないっていうかね、それも逆にあの舞台をこう壊さない一つの理由かなというふうに思いますね。で竹ってとってもこう潔いんですよね、うん、あのこう葉っぱがついてるわけでもなく本当にこう節だけがパンとまっすぐ見えて、でもその竹の中にある本当ミニマムな美しさっていうのがあのきっとその竹も本当に昔からある課題でテクノロジーの力で生まれたわけではないんだけれども、何かいらないものをこう捨て去ったような潔さっていうのとがまたこうテクノロジーっていうものとなんかこう印象がこう重なるようなところもあるんじゃないでしょうかね、うん、まあ、あともう一つはその竹をなんで選ばれたのかなと思ってですね、あのいやいやあの竹というのは雑草じゃないんだけど、はい、生命力がすごいんですよね、うんうん、なんかそういうこともなんか非常に意識されたのかなと思ったことと、あとはその緑が多かったですよね。あ、そうですね、うん、はい、その辺っていうのも何か意図されていたのかなと思ったんですか。そうですね、なんかあのもちろんその自分があの今回表現したいテーマっていうのがあって、はい、でそれに合わせてこう課題を選択していくんですけれども、やっぱりそのいろんなバックグラウンドを持ったいろんな考えの方があのいらっしゃる中で、やっぱりそのいけばなだからこそ伝えられるあの命のやっぱり素晴らしさとか、それから躍動感とか生きているっていう実感をまずこうもう本当にシンプルなんだけれども表したいと思ったんですね。で竹はこれあの、まあ、中国でもありますし日本でもあるんですけど、意外と全世界で花材として手に入るんですよ。だからそれだけやっぱり生命力も強いし、まあ、切ってもまたどんどんあの雨が降ったら次あの春にはまた出てくるっていう、あのそういう意味ではとってもこう生命力が一番こうシンボリックとしな形で表現されてるし、それからあの緑が多かったっていうのはなんかもうこのファッションの中に色があるじゃないですか。ああ、ええ、で色同士っていうのは例えば合う合わないとかね、あの喧嘩するとかあるんだけれども、緑っていうのはいろんな色を吸収してどんな色とも合う、もう万能色なんですよ。どんな色 もう受け入れる、うん、そしてどんな色とも喧嘩をしない。でも緑って一言で言ってもこう艶やかな緑もあればちょっとマットな緑もあったり、濃い緑があったり、あと葉の形状も違ったりするので、そういうなんか緑の持っているこう汎用性の高さっていうかこうもうオールマイティーなあのそういったところをなんかいろんな種類の緑を使うことによってなんか伝えたいなと思ったんですね。なんか人間はやっぱりオールマイティーにはなれないけれども、
でもやっぱりあの人っていろんな芸術を進化させてきた段階でやっぱりこう自分の限界も知りつつその限界をどういうふうにしたら超えられるかってこう模索してきたと思うんですよね。でそれを超える手法が例えば新しい道具だったりとかそれこそテクノロジーだったりとかすることによって今まであった当たり前と思ってたことがあの克服されて新しい世界観が広がるっていうこともあったわけで、なんかその緑が持ってるあの万能感っていうんでしょうか、なんかそれもあの一緒に表したいなっていうふうに思ったんですね。なるほど。まあ私たちがやってることっていうのは、うん、まあ虚像の世界なんですよね、うんうん、所詮虚像の世界っていう、うんうん、まああのファッションにして面白かったなと思ったことは、うん、まあ虚像が実像になったっていうことですね、うん、でまあガラスもやってみたんですけど、うん、非常に難しくてですねやはり ここで止まってっていう形にならないんですよね、うん、でしかも割れやすいし、うん、っていうところで服にするとまあ虚像が実像になって、うん、しかもそれが三次元化されていっていると思ったんですね、うん、で一方で逆にまああの生け花の世界っていうのは、うん、これからさまざまな、あ、テクノロジーが、まあ、やっぱり周りもあると思うんですが、うん、例えばメタ、まあ、メタバースとか VR ですよね、はい、うん、ああいったものが出た時に、うん、将来 VR で生け花をやった時にここから視界はここっていう風になるのかなって、うん、いやちょっとくだらない話なんですけれども、うん、でもなんかそういう時代が来るような気はします、うんうん、あの来ると思いますよ多分あの今まで生け花に興味がなかったとか生け花を知らなかった方がそういうのをきっかけに、はい、意外と生け花って面白いなっていう風にあの好奇心を持ってもらったりで、あのそこからじゃ あのまた発展してちょっと生の花も自分自身がの実感として触ったり、うん、こう自分でこう溜めたりしてね、うん、意外とこれああの折れやすいんだなとか、うん、あのこれは意外としなって丈夫なんだなとか ね、そういうのをね、うん、試したいとか感じたいとかそういう人も増えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。確かにそうですよね、うん、もう折れやすいんだなっていうのは確かに、うんうん、家庭の中で、うん唯一ないのはそういうデジタルとアナログな花が融合したものっていうのはなんかタブーなんですかね。いや、タブーではないと思いますよ。ただ今までは、まあ、なかなかそこまでねそれを一般的に、うん、あの表現するまでやっぱりこうデジタルはデジタルの世界の人の中で、うん、そして、まあ、ある意味アナログ あの昔からの生け花をしている人ってのはやっぱり接点がなかったわけですよね。あのお互いにこう全く違うものっていうふうに思って、うん、だからね今回土佐先生がされてることってこれからされることっていうのがすごく意味を持ってくるわけで、あの、まあ、生け花の長いね仏前杭から始まる歴史の中で、あこういうふうにして歴史って作られていくんだなっていういわばそのポイントターニングポイントかもしれないですよそうですか。いや、あの、大変ですね。この本題に戻って、はい、サウンドオブイケバナファッションの中で、はい、こういうのは好きだけど、こういうのは嫌いだとかいうのを教えてほしくて、うん、その理由とともに、うん。でも好きだから、まあ、着てるわけであって、あ、まあ、で実際本当にこう、あの、仮縫いとかいろいろしてる段階で、はいはい、やっぱり、あの、実際動きにもあって、合うんですよ。これがあの本当にこう見場だけだったら、例えばやっぱりいけばなって現実的にはこう枝を振り上げたりとか、うん、もう下の方にかがんだりとか、うん、あのかなり行動していかなきゃいけないので、あ、動きやすい、そう、動きやすいっていうのも非常に重要でしたし、あとあの作品の邪魔をしないですよね。それはすごくありがたいことでした、うんうん、今はその私自身はその生け花だけではなくて、うん、その自然現象の動きっていうものを、うん、こう、まあ、あの最先端技術で、うん、まあ、撮影とか見て、うん、そこから新しい美を、現代の美を見出したいっていうことをやってるんですね。その中で、
生け花を見て、他にもね、その雲とか、うん、水の揺らぎだとか、うん、いろいろなことをやってるんですが、そんなに違わないんですよね。生け花が水と似てるとか言ったら変な言い方なんですが、うん、やはり、草木もほら、フラクタル構造って言って、うん、こう分かれていくじゃないですか、うん、木構造になって。うん、で、やっぱ自然体、自然物の、うん、自然の成り立ちというか自然が作り出したものだなということを考えているんです、うんうん、花っていうのも自然現象の一つなんじゃないかと思ったりもするんですけど、うんうん、自然現象だと思われてますか？まあ、自然現象、まあ、広い意味で言えば現象っていうふうにですよね、うん、種がたまたまそこにあって水があったから、うん、で生命が出てきた、うんうん、まあ、我々自身もそうですけど、うん、水があって、うん、まあ、我々も星屑ですけど、うんうん、星屑から生まれたんですけど、そういうことはまあ考えて、まあ、近いですか？そうですね、やっぱり山があったり野があったり、そういう中の一部として一本の草があったり木があったりするわけだから、うん、うん、でそれはじゃあ何によってできるかっていうと、太陽の光だったり、雲から降る雨だったりするわけで、やっぱりそういう意味では、まあ、大きく捉えると、まあ、自然現象、花も自然現象の一つであるし、まあ、やっぱ人間もそうとも言えるし、それは地球上のことですよね。そうですね。我々は今、はい、最近パラボリックフライトを始めて、はい、無重力の中でこのサウンドオブいけばなをやり始めてるんですが、その辺は我々これからね、今はちょっとしたお金持ちが大気圏まで行く時代になりましたが、まあそんな遠くない将来、私たち普通の人間もこう微小重力だとか大気圏だとか、まあ宇宙にで生活をしていく時代が来ると思うんですが、そういった時にいけばなってどう変わるでしょうか？そうそう、なんか想像がつかないですけれどもでも必ずあると思いますよ。でも形っていうものに対するなんか考えがなんかとっても変わっていくような気がしますね。今はやっぱりほら見える形っていうと見えるものっていうねって実際こう自然の中で生み出された形だけれども、なんか形っていうものに対するなんか捉え方も変わっていくだろうし、なんかこのそもそもじゃあ、ね、草って何だろうとか、なんか上に伸びていくってどういうことだろうとか、なんかそういうことからなんかこう考えていったら、きっと100年前の人が見たら、え、これがいけばなっていうような、でも形なきものも、いわゆる目に見える形なきものもいけばなになっていくような気がします。ええ、ぜひ考えてみてください、うん、なんか多分いけばなっていうのは本当にいろんな可能性が、ね、あって、これだけ長い期間生きられててもでもまだまだ未知のところがたくさんあるから、はい、本当にいろんなお力を借りながら、お知恵を借りながら、いけばな像にいけばなに迫っていきたいと思ってますね、うん、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。